ここ数日北京の4つの地区で中共ウイルスの新たな感染例が複数確認されました地元政府は20のパンデミック対策を発令し住民に連休中は北京から他の地域に行かないよう求めました 順義区では住民が検査で陽性反応を示したため戦時状態に入りました北京市衛生健康委員会は12月26日北京でさらに6件の感染が報告されたと発表しました25日市は新年の休暇中に北京から他の地域に行かないことや感染リスクの高い地域への旅行を控えることまた国内および海外旅行の観光事業を停止することなどを住民に要求し 移住のパンデミック予防と対策措置を発表しました徴用区成城区開電区で新たな感染者が確認された一部の場所は閉鎖されており住民や従業員が検査を受けているまた純義区でも新たな感染者が出てその地域の住民も検査を受けることになったこれらの措置はすべて強制的だ自分の地域が封鎖されてしまうと全く外に出られなくなってしまう そうでない場合でも出入りの際に健康バーコードを提示しなければならないまた北京への出入りにも制限がある順義区で新たな感染例が報告された12月26日に同区のジシェンウェイ区政府常務副区長は記者会見で区全体が戦時状態に入りパンデミックを予防し感染拡大を抑えるために緊急計画が発動されたと発表しました 地元の関係者によると政府は患者が訪れた場所に行ったことがある人全員を対象に集団検査を行うとし80万人の検査が必要になると推定していますその地区に住んでいない私たちでもここ数日制限がより厳しくなったと感じています外出時にはもっと厳しい検査を受けなければならず不安になります 北京市在住の C さんは以前に自費で検査を受けたことがあり検査費用は120元約1万8000円だったと語りました彼女は今のところ大量検査は無料なのかわからないと述べました12月18日成城区にある北京のチンフォンまん店の女性従業員2人が中共ウイルスに感染したと診断されました 19日、徴陽区のホテルでは、宿泊客が検査で陽性反応を示したため、中リスク地域に指定されました。地元政府は、1階にあるすべての店舗や営業所を閉鎖し、近隣の営業所や住宅地、サービス施設などでは、厳格な入退場登録と体温測定が要求されました理由がなく、7日以内に陰性の検査結果が得られない限り、北京在住者は他の地域に行くことができません。 公式の発表では新たな流行は海外から来たウイルスによって引き起こされたと主張していますしかし住民は政府が戦時状態の宣言をしているため現状は非常に深刻であることを示しており実際の状況を隠しているのではないかと疑っています政府は常に虚偽の数字を報道して成果を誇張している私たち庶民には本当の情報を得る方法がない 過去の経験からこれらはでっち上げた嘘の数字だと確信している。 北京市衛生健康委員会は順義区の住民で海殿区の科学技術館で勤務している男性と西城区の金融街にあるレストランの従業員の2人の感染を報告しました北京の居住者は確認された患者2人との濃厚接触者は北京の郊外に住んでおり通勤している人物だとエポックタイムズに語りました彼らは毎日地下鉄で通勤しておりそして頻繁にバスに乗っていました 地下鉄やバスの利用者を全員検査すると、膨大な人数になります。また、アシアナ航空は徴陽区にオフィスを構えています。同社によると、12月22日に、韓国人の職員が韓国に帰国した際に陽性反応が出たとされ、現在、アシアナ航空のオフィスがあるジャーチョン広場は封鎖されており、誰も出入りすることはできません。